で、俺が兄の代わりにですか。上司からの突然の呼び出しに、俺は言葉を失った。本来ならば、兄が行くはずだった取引先の社長令嬢とのお見合い。ところが一ヶ月前に、兄が事故でこの世を去ってしまう。仕方なく、亡き兄の代わりにお見合いをすると、そこにいたのは、化け物と周りから呼ばれ、長い間心を閉ざしていた女性。実は私、隠されていた彼女の真実に触れたとき、平凡だった俺の人生が大きく動き出した。俺は吉川実、34歳。独身で彼女もいなく、2歳年上の兄が課長を務める商社で、平社員として働いている。兄の忠は、俺の憧れだった。小さい頃から弟の俺を可愛がり、誰よりも面倒見がいい。高校2年の時に両親が事故で亡くなった時も、当時大学生だった兄は、寝る間を惜しんでアルバイトをしながら、俺を養ってくれた。俺はそんな兄を尊敬し、心から兄の幸せを願っていた。それなのに、1年前に課長に昇進したばかりの兄は、36歳の若さでこの世を去ってしまう。唯一の家族だった兄を失い、俺の心は今までにない孤独を感じていた。もう俺の背中を押してくれる人はいない。これからは一人で生きていくしかないのだろう。そう思っていた矢先、上司から突拍子もない提案をされた。吉川、お前、代わりに見合い行ってこいよ。俺と目を合わせることなく、ぶっきらぼうにそう言い放つ石田部長は、社内一の嫌われ者だ。上司には媚びへつらい。気に入らない部下がいれば、とことん嫌がらせをする。自分の立場を脅かす者に対しては、どんな手を使ってでも引きずり下ろそうとした。兄がこの世を去ったのは、通勤途中の事故が原因だったが、俺は石田部長にも一因があると思っていた。石田部長は毎日のように自分の仕事を兄に丸投げし、手柄はすべて横取り。真面目な兄は、それでも何も言わずに長時間働き続けた。周りには俺の心配などしなくていいと言っていたが、俺は次第に笑顔がなくなっていく兄のことが心配で仕方がなかった。そんなある日、石田部長が兄に持ってきた取引先の令嬢との見合い話。一見いい話のように思えるが、実は違う。この見合いが石田部長の仕組んだ罠だったと、俺が気づくのはもう少し先の話だ。俺が兄の代わりにですか。動揺する俺を見て、石田部長は舌打ちしながら不機嫌そうに答えた。当たり前だろ、バカ。相手は取引先の社長令嬢だぞ。お前の兄貴が亡くなったくらいで、白紙に戻せるわけねえだろ。いいか、忘れるな。兄貴の代わりだからな。兄が亡くなったことを、軽んじる言い草に怒りが湧いたが、俺は拳を握りしめ必死に耐えた。こうして俺は亡き兄の代わりに望まない見合いをすることになった。相手がとんでもない女性とは知らずに。はじめまして。その週の日曜日、指定されたレストランの個室の扉を開けると、俺は衝撃でその場に立ち尽くした。目の前にいる女性は、なんというか。化け物。彼女はそうつぶやくと、小さなため息をついた。今、私のことそう思ったでしょ？いや、別に。いいんです。そう呼ばれるのには慣れてますから。初対面の挨拶とは思えない気まずい会話に、重苦しい空気が漂い始める。化け物。彼女がそう呼ばれてしまうのは、おそらく容姿のせいだろう。
顔を覆う長い黒髪に、ボソボソとした話し方。その見た目は、とても大企業の社長令嬢とは思えない。明るい話題で早くこの空気を変えなければ。そう思ったところで、なかなか言葉が出てくるわけでもなく、髪をかき上げながら、頭をバシャバシャしていたその時。やっと見つけた。長い髪で顔を隠したまま、彼女がまっすぐに俺を見つめた。髪の奥から注がれる強い眼差しに、思わずドキリとする。どうやら俺は、とんでもない女性に目をつけられてしまったようだ。この状況から逃れる術はないのか。動揺する頭で、なんとか打開策を見つけようと躍起になっていると、彼女が先に口を開いた。夏目咲子、29歳です。吉川忠さんですよね。う、咲子さんは、俺を兄の忠と勘違いしていた。まだ事故のことを聞かされていないらしい。忠さん、ずっと会いたかった。その声は少し震えていて、兄に会いたかった切実な思いが手に取るように伝わってきた。兄が亡くなったことも知らずに喜ぶ咲子さんに胸が締め付けられる。実は。急いで兄がもうこの世にいないことを伝えようとすると、同じタイミングで咲子さんが話を始めた。実は昨日、石田部長に電話をしたんです。本当に忠さんは来てくれますかって。私この見た目なので、お見合いが決まっても直前に断られることが多くて。咲子さんが化け物と呼ばれているのは有名な話らしく、これまで数々の見合いを断られてきたようだ。うちの会社まで噂が届いていなかったのは、俺や兄が断らないよう、石田部長が噂を止めていたからだった。でも、石田部長は、忠さんも楽しみにしてるからって、私嬉しくて。テーブルに、咲子さんの涙が落ちるのを見て、締め付けられていた胸が、さらに痛みを増す。見合いの話をされた時、石田部長が、俺に兄の代わりだと念押しした理由が、今になってようやく分かった。俺はこの見合いで、兄の忠を演じきるしかない。断る理由は後で考えるとして、このまま忠としてやり過ごした方が、咲子さんを傷つけずに済むだろう。嘘をつくのは心苦しかったが、石田部長が決めたことだから仕方がない。俺は兄のふりをして見合いに臨むことにした。たあいもない会話をしながら二人で食事をする。咲子さんは照れているのかうつむいてばかりで、一向に俺に視線を向けることはなかった。長い髪のせいで声もくぐもっていて、ボソボソと聞き取りづらい。おそらく人付き合いが苦手なのだろう。それでも俺になるべく嫌な思いはさせないよう、一生懸命話すけなげな姿勢が伝わってきた。どういう経緯で兄を知ったのかはわからない。だが、咲子さんが今は亡き兄を大切に思ってくれているのが、弟の俺にとっては嬉しかった。俺は兄のふりをしながら、涙ぐみそうになるのを必死にこらえた。もし兄が生きていたら、咲子さんをどんな風に見ただろうか。兄は人を見た目で判断したりしない。いつだって目の前の相手と心を通わせた付き合いをしてきた。だからこそ、兄は誰からも愛されていたのだろう。小さい頃から兄に憧れていた俺は、咲子さんのためとはいえ、兄の代わりになれることに喜びを感じていた。だが、その気持ちが俺を間違った方向に導くことになるとは。食事が終わり、互いに席を立つと、帰り際に咲子さんが顔を上げて、髪の隙間から俺を見つめた。忠さん、また、二人で会ってもらえますか？その、結婚を前提にお付き合いしてください。う。俺は思わず返答に迷った。見合いの席なのだから、交際に発展するのは自然な流れだが、今回は例外だ。俺は兄と勘違いしている咲子さんと付き合うなど言語道断。ここで断るのは少々酷だが、咲子さんのためにも正直に打ち明けよう。そう思い、話を切り出そうとすると、
咲子さんが小さなため息をついた。私は今年で29歳。父にはいつになったら結婚するのかと毎日のように言われています。正直、もう疲れました。母が15年前に病で亡くなってから、咲子さんは父と二人で暮らしてきたらしい。咲子さんの父はとても心配性らしく、29歳になっても独身でいる娘のために、数々の見合い話を持ってきた。だが、それらは全て失敗に終わった。相手の男性たちは、社長令嬢とのお見合いだと浮かれてきても、私の容姿を見るとすぐに帰っていきました。そのうち、だんだんと噂が広まっていって。化け物が見合い相手を必死になって探している。陰でそう言われるようになったそうだ。私自身、結婚を諦めつつありました。でも、やっと出会いました。運命の人に。でも俺はただしの弟で、咲子さんの言う運命の相手ではない。喉元までその言葉が出かかったが、髪の奥から覗く瞳は真剣そのものだった。わかりました。真実を伝えなければという思いとは裏腹に、自然と返事をしている自分がいた。取り返しのつかないことをしているのはわかっている。だが、俺には咲子さんを放っておくことができなかった。唯一の心の支えだった兄がいなくなり、これから先は空虚な人生を送る心づもりでいた。ただ、こんな俺でも、誰かの役に立てるなら、見合いをするうちに、心を閉ざしている孤独な咲子さんを救いたいと思う気持ちが芽生えてきた。そんなものはただの同情だと言われたら、そうなのかもしれない。それでも、もう少しだけ亡き兄の代わりに、咲子さんが前向きに生きられる手伝いができたらと強く思い始めた。明日、石田部長には俺から咲子さんへ真実を伝えたいと話をしよう。そう心に決め、俺は咲子さんに微笑みかけた。よろしくお願いします。俺が覚悟を決めると、わずかに見える咲子さんの口元がふっと緩んだ。よかった。ありがとう。先ほどまでのボソボソとした話し方とは違い、澄み切った透明感のある声が、俺の心に心地よく響いた。顔はよく見えなかったが、少し照れたような咲子さんの言い方に、図らずも胸が高鳴る。それは俺の中で、咲子さんへ興味が湧き始めた瞬間だった。翌日、俺は早速見合いの報告をしに、石田部長のもとへ。兄が亡くなったことを咲子さんに伝えたいと話すと、石田部長はものすごい剣幕で怒り始めた。ダメだ。夏目社長の娘は、お前の兄貴と見合いをしたいと言ってきたんだ。それが弟だって分かってみろ。とんでもないことになるぞ。お言葉ですが、それなら最初からこの話を受けるべきではなかったのでは。だから急には断れないって言っただろ。たく何回言えばわかるんだ。いいか、しばらくは兄貴のふりをしておけ。社長には時期を見て俺から話しておっから。それじゃあ咲子さんは、そんなの後回しだ。とにかく大きな商談が絡んでるんだ。お前はただ会社の駒として役割をこなせ。石田部長の言い分には納得いかなかったが、会社の利益が絡んでいると言われてしまうと、自分の気持ちを優先して動くわけにもいかなかった。俺は咲子さんへ真実を伝えられないことに罪悪感を抱く反面、まだ兄のふりをしていられることに、わずかながら喜びを感じていた。そんなのは現実から目を背けているだけで、咲子さんのためにも自分のためにもなっていないことは分かっている。だが、俺は兄のふりをしている時だけ、自分を好きになれた。兄の正しは常に堂々としていて、周囲に流されることなくまっすぐに生きていた。一方で俺は言いたいことも言えず、気が小さい上に自分に自信がない。俺も兄のようになれたらと何度思ったことだろう。咲子さんと過ごす間だけでも、つかの間の夢を。俺は勝手に理由付けをすると、兄を通して理想の自分を演じることにした。こうして、俺と咲子さんは何度かデートを重ねるようになった。二人で会うときは、なるべく人目につかない場所を選ぶようにしている。
特に互いの共通の趣味が映画鑑賞ということもあり、仕事終わりにレートショーで映画を見るのは密かの楽しみになった。最初こそ緊張していたものの、会う頻度が増えていくうちに咲子さんの口数も少しずつ増えていく。長い髪で覆われた顔の下に笑顔を浮かべているのかと思うと、俺まで頬が緩んだ。表情が見えていなくても、俺と過ごす時間を楽しんでくれてるのが手に取るようにわかる。だがその反面、毎回小さな針でチクチクと胸を刺されているような感覚に襲われた。咲子さんが好意を抱いているのは俺ではなく兄の正した。いつか真実を知る日が来たら、咲子さんは俺に失望するだろうか。楽しい時間が続けば続くほど、俺の中で拭いきれない罪悪感が心を占領していった。そして二人で会うようになって3ヶ月が過ぎたある日、ついに恐れていた事態が起こった。それは咲子さんと個室のある居酒屋で食事をした時のこと。ふと会話の途中で咲子さんが俺たち兄弟の話をし始めた。そういえば正さんには弟さんがいると言ってましたよね。うん。俺が動揺しながら答えると、不思議に思った咲子さんが弟のことを尋ねてきた。どうしました？弟さんの話聞かない方がいいですか？いやー、その怪しまれるのを恐れた俺はそこで思わず嘘を重ねてしまった。弟は亡くなったんだ、ちょっと前に。そうだったんですか。すみません、何も知らずに。うん、気にしないで。俺たちは気まずくなって互いに黙り込んだ。咲子さんはいきなり弟の話をしてしまったことを、そして俺は再び大きな嘘をついてしまったことを、それぞれ後悔していた。するとしばらく沈黙が続いた後で、咲子さんが口を開いた。弟さんはどんな方だったんですか？よかったら教えてくれませんか？弟は、ドクドクと鳴る心臓の音を感じながら、俺はゆっくりと兄の正を思い出した。弟は、いいやつだったよ。俺の自慢の弟だったんだ。明るくてまっすぐで、頑張り屋で、兄貴思いの。その瞬間、今まで抑えていた兄への思いが、涙となって止めどなく溢れ出した。あれ、どうしたんだろう、ごめん。亡き兄と過ごした日々が次々と蘇り、悲しさがこみ上げてきて涙を抑えることができない。俺が必死になって涙を手で拭っていると、咲子さんがそっとカバンからハンカチを出して俺に渡してくれた。謝らないでください。泣きたい時は気が済むまで泣いていいんですよ。慰めるような咲子さんの穏やかな口調に、俺は初めて声を上げて泣いた。咲子さんはそんな俺の背中を優しくさすって、そばで見守ってくれた。ただそばにいてくれるだけで、こんなにも心が安らぐなんて。俺はその時ようやく咲子さんへの気持ちを自覚した。咲子さん、今日は本当にありがとう。咲子さんのおかげで気持ちが晴れたよ。居酒屋を出た帰り道、俺が感謝を伝えると、咲子さんは小さく首を横に振った。いいえ、私は何も。正さんが笑顔になれたらそれで。咲子さんの優しさが俺の心を包み込み、罪悪感が俺の体から少しずつ押し出されていく。咲子さん、あのさ、実は俺、ずっと咲子さんに隠してたことが。正直に全てを話そうとしたその時、後ろから誰かに大声で話しかけられた。おい、吉川。振り向くと、そこには石田部長と恰幅のいい白髪混じりの男性が立っていた。石田部長、お疲れ様です。俺が挨拶をするのと同時に、咲子さんがぽつりとつぶやいた。お父さん。え、
なぜか俺に厳しい視線を向ける咲子の父は、俺を無視して咲子の腕を引いた。咲子、帰るぞ。待って、お父さん。私はまだ正さんと。そいつは吉川正ではない。お前は騙されていたんだ。え？咲子さんは父の言っていることが理解できていないようで、完全に戸惑っていた。どういうこと？髪で覆われた咲子さんの顔が俺の方に向き、俺は思わず目を背けた。石田部長が咲子さんの父に真相を話したに違いない、そう確信していると、石田部長が咲子さん親子に深々と頭を下げた。夏目社長、それから咲子さん、この度はうちの吉川がご迷惑をおかけしました。石田部長は俺の隣に並び、地面に押し付けるように俺の頭に手を置いた。ほら、お前も頭を下げるんだよ。この度は俺のわがままで咲子さんを傷つけて申し訳ありませんでしたってな。あまりに突然の出来事に頭が真っ白になりかけたが、俺のわがままという言葉でハッと我に返った。俺のわがまま、部長、どういうこと？口答えするな。いいか、お前は取り返しのつかない嘘をついて咲子さんを傷つけた。夏目社長がご立腹なのも当然だ。石田部長が咲子さんの父にどんな説明をしたのかはわからない。だがおそらく俺が石田部長にはめられたであろうことは確かだった。夏目社長、今回の商談はなかったことにしていただいて構いません。全部この吉川稔が蒔いた種ですから。石田部長の手に力がこもり、頭を上げることができない。両手をバラバラと震わせ、怒りをにじませていると、咲子さんの悲しげな声が俺の耳に届いた。吉川稔、正さんじゃなかったんですね。今にも泣きそうな声を聞いた俺は、石田部長の手を振り払い顔を上げた。違うんです、咲子さん、俺。本当のことを話そうとした俺の目に飛び込んできたのは、大粒の涙を流す咲子さんの姿だった。何が違うんですか？教えてください。あなたは誰なの？涙で震えるその声は、裏切られた悲しみの刃となって、俺の心に深く突き刺さった。後悔しても、もう遅い。俺は取り返しのつかない嘘をついた。本当に咲子さんのことを思うなら、石田部長の言葉を無視してでも、真実を伝えればよかった。それでも、そうしなかったのは、咲子さんに真実を知られるのが怖かったから。兄を演じていなければ、咲子さんが俺を好きになってくれることはない。俺は嘘を突き通すことで、弱い自分を守っていたのだ。俺は、吉川稔。ただしは俺の兄です。俺がうつむきながら、やっとの思いで声を絞り出すと、咲子さんが小さなため息をついた。私のこと、騙してたんですか？ごめん。お見合いも、お付き合いしてくれたことも全部。それは、確かに最初は兄の代わりだった。でも今は違う。俺は本当に咲子さんのことを。すぐにでも気持ちを伝えたかったが、今の俺にそんな資格はない。本当にごめん。それ以外、何も言えなかった。神妙な顔つきで立ち尽くす俺に、咲子さんはためらいながらも声をかけようとした。だが、咲子さんの父がそれを許さなかった。咲子、行くぞ。何かを伝えようとする
咲子さんの手を引いて、咲子さんの父は俺に一別も送れないで帰っていく。俺はただその後ろ姿をぼんやりと眺めることしかできなかった。部長、なぜあんな言い方したのか教えてください。咲子さんたちが帰った後、俺が怒りをにじませながら尋ねると、石田部長がこの時を待っていたとばかりにほくそ笑んだ。吉川、お前はよくやってくれたよ。俺の出世の踏み台になってくれてありがとうな。どういう意味ですか？今回お前があの化け物を騙してくれたおかげで商談が潰れた。その責任を取って俺は会社を辞める。だがな、すべては計画通りなんだ。石田部長は勝ち誇ったように言った。夏目社長は義理がたくて面倒見がいい。俺が部下をかばうために会社を辞めたと知ったら同情して俺に手を差し伸べるだろう。いつまでも部長のポジションから出世できないことを石田部長はかねてから不満に思っていた。そこで俺を利用してライバル会社に転職し、夏目社長の力を借りて確固たる地位を築こうと目論んでいた。あの化け物からお前の兄貴の話を聞いたとき、これは使えると思った。すぐに見合いの席を設けたよ。それなのにぼんやりして事故になんか会いやがって。ぼんやりって？兄は毎日あんたに仕事を押し付けられて憔悴しきってた。事故の日の朝だってほとんど寝てなくて。だからなんだ、嫌だったら辞めればよかったんだ。それなのにお前を心配していつまでも会社に残って、バカだよな。俺を心配？俺が投げた仕事ができなければ全て弟に回すと言ったんだ。あいつ毎回どれだけ多くの仕事を抱えても一人でやりきってたからな。思わず吹き出す石田部長を見て、俺の怒りは頂点に達した。あんた最低だ。俺は絶対にあんたを許さない。兄のことも、それから咲子さんのことも。咲子？ああ、あの化け物のことか。別にいいだろ、ななみちゃんあんな面じゃ誰も寄ってこねえ。ふざけるな、咲子さんは化け物なんかじゃない。優しくて心の綺麗な女性なんだ。俺の怒鳴り声を聞いた石田部長は少し驚いた後で腹を抱えて笑い出した。もしかしてお前らうまくいきそうだったのか。お前も物好きだな。まあいい、俺は明日会社に辞表を出す。もうお前と会うこともないだろう。じゃあな。そう言うと俺に背を向け、さっそうとその場から去っていった。石田部長がいなくなると、俺はやりきれない思いを胸に空を見上げた。兄貴ごめんな、こんな情けない弟で。上を向いて必死に涙をこらえたが、溢れ出る悔しさと怒りが涙に入り混じって目尻から頬を伝い、アスファルトに染み込んでいった。すべては俺のついた嘘のせい。俺は大きな後悔を抱えたまま肩を落として家に帰った。翌日、石田部長は辞表を提出。2ヶ月間の引き継ぎを終え、ライバル会社に移った。嫌われ者だった石田部長が辞めたことで、社員たちはのびのびと仕事をすることができた。その一方で、俺は魂が抜けたかのように虚しい日々を送った。思い出すのは、あの日の咲子さんの悲しみに満ちた姿。心の中で何度謝ったところで、もう咲子さんには届かなかった。すると、咲子さんと最後に会ってから
半年が経ったある日、会社にいる俺宛に一本の電話がかかってきた。なんと相手は夏目社長だった。話があるので家まで来てほしい、それだけ言うと電話はすぐに切られた。そしてその日の仕事終わり、俺は急いでチャイムを押すと、中から険しい顔つきの夏目社長が出てきた。ご無沙汰しております。緊張と不安がこみ上げて思わず声がどもる。夏目社長に連れられ部屋に上がると、リビングには誰もいなかった。半年ぶりに咲子さんに会えることを期待していたが、どうやら夏目社長しかいないようだ。咲子に会えると思っていたのか。夏目社長はさりげなく部屋を見渡す俺の様子にすぐに気づいた。ああ、いえ。はい。咲子さんに会えるのではないかと期待してしまいました。咲子を傷つけておいて、よくそんなことが言えるな。すみません。まあいい。今日は君の話を聞くためにここへ来てもらったからな。夏目社長がゆっくりとソファーに腰を下ろしたので、俺も一礼して向かいのソファーに座った。それでどうして君は咲子を騙したんだ。どっしりと腕を組む夏目社長の眼差しが鋭く俺に向けられた。俺はおじけづきそうになる気持ちを必死に抑え、咲子さんに嘘をついた経緯を語った。最初は石田部長に兄のふりをするように頼まれて、仕方なく兄を演じていたこと。その場限りの嘘のつもりだったが、交際に発展していくうちに、兄のふりをしないと咲子さんと一緒にいられないと思うようになったこと。唯一、兄でいる時だけ自分に自信が持てたことなどを包み隠さず夏目社長に伝えた。本当は最初にきちんと俺が兄ではないことを伝えるべきでした。それなのにありのままの俺ではダメだと思うと、真実を伝えるのが怖くなって。俺は立ち上がって深く頭を下げた。咲子さんを傷つけてしまい、本当に申し訳ありませんでした。俺は弱い人間です。黙って話を聞いていた夏目社長は、しばらく考えた後で俺に声をかけた。話はわかった。吉川君、顔を上げなさい。俺は恐る恐る顔を上げると、夏目社長がまっすぐに俺の目を見て尋ねた。それで君は咲子のことをどう思っているんだ。俺は咲子さんのことが好きです。一緒にいてこんなにも心が安らぐ人は他にいません。俺の中で咲子さんはかけがえのない存在なんです。咲子さんに出会って俺は人を愛する喜びを知った。この先も一緒にいたいと強く思う女性は、咲子さん以外に考えられない。夏目社長、お願いします。もう一度咲子さんに会うチャンスをください。会って全てを話したいんです。俺が再び頭を下げようとすると、夏目社長がため息とともに首を横に振った。その必要はない。断られたショックで目の前が真っ暗になりかけたその時、社長が優しくドアの向こうに向かって声をかけた。すべて聞いただろう。出てきなさい。ゆっくりとドアが開き、目の前に現れた女性を見て俺は呆然とした。そこには目を見張るほどの美女が立っていたからだ。色白で目鼻立ちの整った凛とした女性、その吸い込まれるような切れ長の澄んだ瞳に思わず心を奪われた。
これほどまでに美しい女性に出会ったことはない。だが、俺はすぐにその女性が誰か気づいた。咲子さん。咲子さんは頬を赤く染めながら小さくうなずいた。はい。咲子さん、ごめん。謝って済むことじゃないけど、でもどうしても直接きちんと謝りたかった。それと、俺の気持ちも。ドアの向こうに立っていたので、話はすべて聞こえました。やっぱりそうでしたか。ミナルさんが理由なく嘘をつくような人ではないと信じていました。咲子さんは、潤んだ瞳で俺を見つめた。それなのに、あの時は動揺して、何も考えられなくなってしまって。私の方こそごめんなさい。そんな、咲子さんは何も悪くないよ。それより、やっぱりそうでしたって、どういう意味？まるで前から俺を知っているかのような口ぶりに戸惑っていると、咲子さんは優しく、俺に微笑みかけた。実は、私、幼い頃に、みのりさんとただしさんに会ってるんです。え？その時に、私をかばってくれたのがみのりさんなんですよ。そう言って、前髪をずらした咲子さんのおでこには、うっすらと傷のようなものが見えた。言われなければ気づかない程度のものだったが、咲子さんは長い間その傷跡に悩まされてきたらしい。小さい頃はまだ傷が深く残っていて、そのせいで化け物と罵られ嫌われてきました。でも、その時にミノルさんが声をかけてくれて。覚えてますか？ああ、覚えてる。まさか、咲子さんがあの時のさっちゃんだったなんて。今から25年前、俺がまだ9歳の時、俺は公園で小学生の男子に囲まれて、涙を流す女の子を見かけた。うわぁ、こいつの顔ひでえな。本当だ、化け物みたいだ。おい、化け物は公園に来るな。男子から心ない言葉をかけられ、少女は大粒の涙を流していた。見て見ぬふりできなかった俺は、勇気を振り絞って少女のもとへ。自分より大きな小学校高学年の男子生徒を前に、震える声で注意をした。女の子に優しくしなきゃいけないんだぞ。帰れ。すると彼らはゲラゲラと笑いながら、俺の顔を指さした。おい、見てみろよ。こいつの顔も汚ねえぞ。うーわ、汚ねえ。あつったら嫌だから、どっか行けよ。何を言われても、俺が涙をこらえて、その場から動かないでいると、彼らは呆れたようにブツブツ文句を言いながら、帰っていった。もう大丈夫だよ。彼らがいなくなった後で、俺が声をかけると、少女は目にいっぱい涙をためながら、俺にありがとうと何度もお礼を言った。少女のおでこには深い切り傷があり、俺のおでこには大きな火傷の跡があった。咲子さんは木登りをして落ちてしまったことが原因でできた切り傷。そして、俺は台所の夜間のお湯を注ごうとして、誤って手を滑らせて大やけどを負った時にできた傷跡だった。あの時、みのりさんは私の傷跡を見て驚くどころか、同じ場所に傷があるからお揃いだねって言って笑いかけてくれたんです。私、その言葉にどれだけ救われたか。その日を境に、俺は兄を連れて公園に行くようになった。
2歳年上の兄は、俺と同じように咲子さんのことも可愛がってくれた。当時、4歳だった私は、みのりさんと正さんの名前を間違って覚えてしまっていたようです。あの後、しばらくして2人が引っ越してしまったから、本当に会えなくなってしまって。咲子さんが恥ずかしそうに苦笑いした。みのりさんがお見合いに来てくれた時、髪をかき上げて頭をかきましたよね。そこで火傷の跡が見えて、やっと会えたと思って。だからあの時、見つけたって。はい、つい嬉しくて。俺たちが当時を振り返って涙ぐんでいると、夏目社長が俺に笑顔を向けた。あの日、ちょっと目を離した隙に、咲子が流されているのを見て、慌ててそばに行こうとした。そしたら勇気を出して守ってくれた少年がいて、それが君だったとは。今思い出してみると、少女を迎えに来た父親は、若き日の夏目社長だった。あれから互いにだいぶ年を取ったが、面影はわずかに残っていた。吉川君、あの時はありがとう。それから今回のことも。咲子のためについてくれた嘘だったと私は思っている。石田君と会食した後に咲子を連れて帰った日から、咲子はずっと吉川君のことをかばっていたんだ。咲子さんは幼い頃に自分を助けてくれた人が嘘をつくなんてよほどの理由があるはずだと夏目社長に言い続けてくれていたらしい。咲子さんが俺をかばってくれていたことを知り、俺の目から自然と涙がこぼれた。ありがとう、俺を信じてくれて。俺は涙を拭いて咲子さんを見つめた。咲子さん、俺と付き合ってくれませんか。今度は吉川みのるとして。俺が思いを伝えると、咲子さんの瞳にも涙が光った。はい、でもみのりさんはずっとあの頃のみのりさんのままでしたよ。優しくて真面目で勇気があって、今日も勇気がなかったらここには来てないでしょ。それはみのりさんは正さんのことばかり褒めていたけど、私はみのりさんのいいところたくさん知ってますよ。咲子さんは笑顔で俺の手を取った。化け物と呼ばれるようになってから私はずっと顔を隠して生きてきました。でもこれからはもう隠しません。私を守ってくれる人がそばにいるから。咲子さん、うん、この先何があっても俺は咲子さんを守るよ。俺は咲子さんの手をそっと握り返した。俺たち二人が結ばれるのを見届けた夏目社長は、大きな咳払いを一つするとこれからのことを話し始めた。さて、それじゃあ石田君にはしっかり償ってもらおうか。でも夏目社長、石田さんはもううちの会社には。わかってる。おお、そろそろ時間だな。夏目社長が腕時計に目をやると、ほどなくして玄関のチャイムが鳴った。吉川君、ちょっと席を外してくれるか。俺がリビングを離れる代わりに入ってきたのは、かつての上司の石田だった。夏目社長、どうもどうも。
先日のゴルフ以来ですね。今日は一体どういうご用件で？これから何が起こるか知る由もなく、石田は軽快な口調で挨拶をした。まあ、そこに座れてくれ。実は、今日は石田くんに、うちの娘を紹介したくてね。え、まあ、咲子さんの他にも、お子様がいらっしゃるんですか？いや、咲子一人だ。ああ。戸惑う石田に、夏目社長は咲子さんを紹介した。石田くん、咲子だ。この方が、なんとお美しい。では今まで私が紹介された女性は、実は、今まで咲子だと言って紹介していたのは、私が雇った女性なんだ。娘を買うだけでなく、心から好きになってくれる人を探していて。なるほど。そうでしたか。ああ、やっぱりな。おかしいと思っていたんですよ。石田は夏目社長の話にかぶせるように持論を述べた。夏目社長のような偉大な方のお嬢さんが、あんな化け物なはずがないですよね。陰気臭くて見るのも不快だったんです。おう、それに比べ、本物の咲子さんは見目麗しい。いやー、参ったな。惚れてしまいそうですよ。なんて、咲子さん、はじめまして。デレデレしながら握手を求める石田部長を見て、咲子さんはにっこりと微笑んだ。はじめましてではありません。石田さん、何度もお会いしてるじゃないですか。その節は大変お世話になりました。そう言って、咲子さんは長い髪をボサボサにして顔を覆い隠した。石田さんのおっしゃる化け物って私のことですよね。バサッとつぶやく咲子さんを前に、石田の顔から一気に血の気が引いた。いやー、なんというか、その。石田はひどく狼狽していて、言い訳を探すのに必死になっていた。はあ、ついに私の前で本性を現したな。娘を化け物呼ばわりして。社長、待ってください。私は普段から言っているわけじゃ。無駄なあがきはよせ。すべてわかっているんだ。この半年間、私と咲子は、密かに君の身辺調査をしていたんだ。半年前、石田が俺を悪者に仕立て上げたことを、咲子さんはずっと不審に思っていた。そこで、父である夏目社長に頼んで、石田の以前の会社での振る舞いや、新しい会社での行いを探っていたらしい。うちは今の君の会社にも知り合いがたくさんいてね。話を聞くのはたやすかった。君は新しい会社でうちとの商談を成功させる見返りに昇進させろと言っていたんだろう。石田は転職の際に夏目社長との良好な関係をアピールしていた。うちの会社でわざと商談を失敗させた話を転職したライバル会社で自慢げに話していたらしい。バカな社員を利用してやったと騒いでいたそうだな。それから咲子のことも見るに耐えない化け物だと言っていたらしいじゃないか。その話を教えてくれたのは、かつて石田からのパワハラでうちの会社を辞めさせられてライバル会社に転職していた社員たちだった。彼らは、石田が転職してきたことに嫌悪感を抱いており、夏目社長に今までの石田の悪事を洗いざらい話してくれたそうだ。彼らはこうも言っていた。石田君に嫌がらせを受けていたとき、必死に守ってくれようとした人がいたと。その社員こそ、吉川正君だ。
俺はドア越しにその話を聞いて、静かに涙を流した。兄は、弟の俺だけでなく、他の社員の子供、懸命に救おうとしていた。だが石田はそんな兄の正義感に満ち溢れた姿勢が嫌いだったらしい。彼らが辞めて、ライバル会社に転職した後、石田は兄を標的にした。その結果、毎日の激務で疲れ果てた兄は、不慮の事故によって、命を落としてしまう。吉川君、聞いていたかな？君のお兄さんは、素晴らしい人間だった。亡くなってしまったのは、非常に残念でならない。夏目社長は、ドアの向こうにいた俺に声をかけた。はい。調べてくださってありがとうございました。兄も天国で喜んでいると思います。俺がドアを開けて目の前に現れると、石田は驚いて目を見開いた。よしか、お前どうしてここに？石田さんに話す筋合いはありません。俺は大きなため息をついた。あんた、やっぱり最低の人間だ。心底見損なったよ。うるさい。私はお前の兄が大嫌いだった。その弟のお前のこともな。石田はうつむきながら本音をつぶやいた。だから化け物との見合いを用意して、お前ら兄弟を陥れようとした。それがまさかこんなことになるとはな。石田の恨み節を聞いていた夏目社長は、呆れたように首を横に振った。石田君、もう何も言うな。今後、二度と私の前に現れないでくれ。話は以上だ。夏目社長の凍りつくような冷たい視線に、石田は完全に怯えきっていた。俺と石田が顔を合わせたのは、その日が最後。夏目社長と咲子さんのおかげで、石田の今までの悪事は白日のもとにさらされた。これにより石田は転職先の会社をクビになってしまう。当然うちの会社に戻れるはずもなく、石田はそれから再就職先を血なまこになって探しているらしい。職を失ったことで家族にも見放され、石田は天涯孤独の身になった。人を大切にしてこなかった人間の末路は悲惨なものだとつくづく思い知らされた。石田の件が落ち着いた後、俺と咲子さんは晴れて結婚を前提に交際を始めた。そして交際から1年後に、俺は咲子さんにプロポーズ。場所は小さな映画館を貸し切り、そこで2人の好きな映画を見た後に、緊張しながら指輪を渡した。これから先の人生も、咲子さんと一緒に過ごしたい。俺と結婚してください。はい、みのりさん。これからもずっと私のそばにいてください。大好きです。咲子さんは、俺の腕の中で微笑みながら言った。俺も、咲子さんが大好きだ。二人で幸せになろう。スクリーンの明かりに照らされた咲子さんの顔は、神々しいまでに美しかった。俺たちが共に歩む人生はこうして幕を開ける。手を取り合って映画館の外に出ると、そこには幸せな景色が空一面に広がっていた。それはまるで天国にいる兄が空から俺たちを祝福してくれているかのようだ。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の二人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。
他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。